バンラジオ YouTube ご覧の皆様、大変ご無沙汰しております。コミュニティ放送局 BFM の小泉と申します。サッカー J3 バンララチノヘ、3月13日の開幕戦に向けて、現在はキャンプを行っています。新加入選手14名を加えて、総勢31名で、3月に向けて、福島県と、そして2月からは千葉県でキャンプを行うということになっております。たくさんいらっしゃる新加入選手の皆さんに、一周ずつお話を伺っていきたいなと思っています。どんな選手なのか、また今シーズン新天地での思いなどについていろいろとお聞きしていきたいと思います。トップバッターでご登場いただくのは、鹿児島ユナイテッド FC からバンラール八戸に入団してくれました。八戸では背番号20番をつけます、茅沼優生選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は1月の27日木曜日のそろそろお昼になろうというところです。今日もこれを時間はもう午前中練習終わった後ですか？そうですね。で、今お昼休憩挟んでまた午後からトレーニングです。貴重な休憩の時間すみません、お時間いただいて。ええ、全然。大丈夫です。はい。今は J ビレッジでキャンプを行っているバンラルなんですが、どうですか J ビレッジ、まあ、八戸よりは幾分かは暖かいかと思いますけれども、天候とか気候とかは福島ではどんな感じですか？そうですね、でも基本天気はいいですけど、まあ、やっぱり風とかが強くて、まあ、多少、まあ、寒さっていうのはまだありますけど、まだ八戸よりは多少は暖かいかなと思います。まあ、もう僕自身も鹿児島から来てるんで、まあ本当結構寒いって感じにしますね。本当に新加入選手の記者会見でもね、結構ね、西日本とか九州とか四国から来られた選手が結構多いのでね、皆さん本当に八戸の寒さには、驚いてらっしゃったようですけれどもね、現在は福島でキャンプを行っているということです。はい。キャンプももう1週間ね経ちますけれども、ここまでの感想、っていうのはいかがですか？そうですね、チーム全体としてもかなりいい雰囲気でやれているんで、まあ開幕まで待ち遠しいっていう感じですね。うん。茅沼選手ご自身、この1週間での何か個人的な収穫というか、何か発見というか、どんなものがありますか？そうですね、まあ、フィジカルメニューの要素が多かったんで、まあ、体力的にも、まあ、どんどん、まあ、オフ挟んだんで、まあ、戻ってきてるかなっていう、まあ、この1週間で手応えを感じているところかなと思います。じゃあ結構追い込み系なメニューが多いんですか？まあ、めちゃくちゃ追い込んでます。本当にもうこれからまた午後も追い込みます。またじゃあ、あれですか、ボール使ったトレーニングというよりはもう体いじめる系ですか？そうですね、今のところ、まあ、ボール、そうですね、どっちかというとそっちメインの方がボール使わずフィジカル要素多い感じの、まあ、またこれから、まあ、1週間経ったんで、まあ、また多分ボール使ったメニューもまた徐々に増えてきて、そこからまた戦術的なトレーニングも増えてくると思うんで、そうですね、今のところはフィジカル要素多いトレーニングをやってます。ニブレンきついでしょうね。そうですね、まあでも、まあプロ1年目とか2年目とかは、はい、時とかはもうマジこんなんマジやんのかよみたいな、しんどって思ったんですけど、まあまあこれも、まあ今となってはまあ1年間戦っていく上で、まあ、基礎的な大事な部分になってくるので、まあ、自分のためっていうか、やっぱ自分に返ってくるっていうのを今信じてやるしかないですね。うん、1年間ね、34試合戦い抜くための今の時期ですからね。はい。うん、1週間経ちましたが、あのバンラーレのチームまたはチームメイトの印象っていうのはいかがですか？そうですね、まあ結構優しい人も多かったんで、うん、まあ、そんな話しかけづらい人もいないんで、結構割とすぐ打ち解けられたかなと印象があります。うん、まあ一緒にね、今までも試合した選手もたくさんいるかと思いますけれども、あのよく、まあ、八戸来て仲良くなった選手とか、はい、まあ元々バンラーレにいた選手でも同じ移籍組でも、あの打ち解けた選手とかは誰かいますか？そうですね、打ち解けた、まあ、あの第一
小林大地はよく部屋にちょいちょい来たりとか、お出し来たりとか、早くん、早くん言って、なんか可愛く来ますけど。そうなんですな。はい、部屋ってあの今はこう何人部屋とかなんですか？あ、今は一人部屋です。あ、そうなんですね。あのコロナのあれもあって、そこら辺は、はい、対策取りながら。そうなんですね。はい。まあ、これまでも萱沼選手は、ね、あの鹿児島で4年間プレーされていて、バンラーレとも対戦経験があるわけですけど、はい、これまでどうでした、バンラーレ八戸っていうチームに対する印象っていうのはいかがでした？いや、守備も堅いし、うん、相性もそんな、去年とかでは1回も勝ててないんで、うんうんうん、相性も悪いし、もう結構堅いチームだなっていう印象ですね。あ、やりづらい。そうですね、もう守備も堅かったし、なかなかやりづらかったチームなんで、うん、そういった印象ですかね。はい、うん、そのやっぱりその守備の堅さ、まあ、これからまあ戦術面も深めていくんでしょうけれども、はい、そのなんか、秘訣というか、そのルーツみたいなものは、この1週間チームの練習参加して感じるものっていうのは何かあります？そうですね、まあ、戦術練習もまたこれから入ってくるんで、まあ、そこをやりながらもう、まあ、自分自身いろんな選手とコミュニケーションを取って、まあ、それぞれの選手の特徴とかも、まあ、理解しながら、まあ、いい関係が築けるようにやっていきたいなと思います。萱沼選手からどんどん話しかけるタイプですか？そうですね、どちらかといったらそうですね、練習でバンバン話しかけていくタイプだと思います。はい、うん、で、あの先ほどの小林大地選手のようにどんどん若手からも今までも話しかけられる側でもあるんですか？あ、でも最初はなんか怖がられるんであんまりあれですけど、喋るとなんか優しいしみたいな、あれで結構きますね。自分では出してないけれども、勝手にギャップ感じてもらえる感じなんですかね。そうなんですかね。それで多分そうなってるのかな。はい。はい、まだまだね、キャンプもね、まだまだここから長いですからね、ぜひあのコミュニケーションも深めてほしいなと思います。はい。はい、そして、まあ、今シーズン、バンラーレ八戸を新天地に選んでくださったわけなんですけれども、その移籍、バンラーレ移籍のきっかけだったり、またどんな思いを持ってバンラーレに入団するのを決めてくれたのかも教えてもらえますか？きっかけは、まあ、下田井さん、クズさんの。はい。がやっぱ機会を与えてくれたんで、うん、まあその期待に応えたいなと思ってバンラーレに来ました。どんな口説き文句だったんですか、下田井社長、クズの監督からは？いやー、5000万出すから来てくれって言われて、うわお。まあでもやっぱ昇格したいっていう、まあ熱い気持ちとか、そういういろいろ戦術部分だったりとかいろいろ聞いて、うん、熱いこと言われたんで、まあ、自分の心も動いて、うん、やっぱりこのチームで昇格したいなっていう思いがあって決めました。うん、最初八戸からオファーがあった時、最初どう思いました？素直に嬉しかったです。おー、はい、即決でした？ちょっと迷ったり考えたりしたんですか、誰かに相談したりとか？まあ一応相談っていうか、まあ来てからいろいろミーティング、ズームとかでやり取りしながらで決めたって感じですね。そうなんですね。はい。シーズンの日程も発表になりまして、サポーターの皆さんもご存知かと思いますが、バンラーレは3月の13、テゲバジャール宮崎東映で開幕し、そして2週連続九州遠征となりますね。早くも鹿児島凱旋がない2節と。だいぶ早いですね。やっぱり早い、もうかっていう感じでした、日程見た瞬間。いや、だいぶ早いですよね。いや、もうみたいな。まあ、でも、やるに、まあ、早めにやる。まあ早めにやっといた方がいいのかなって。早めに叩いておいた方が。おお。
きっちりそこは、うーん、八戸の一員として戦います。古巣ってどうです か、鹿児島来て、まあ、富山とやったっていうのもあると思うんですけど、古巣対決ってどんな心境です？しかもあのアウェーっていうのは。あ、でもやっぱ特別な感情はやっぱありますよね。やっぱりそこで育ててもらったっていう思いもあるし、だから、まあ、まあ僕自身フォワードなんで、まあ、点取ってそこは、うん、まあ、見返すじゃないですけど、まあ、やっぱり恩返しじゃない、まあそのような感じで点取ってそういう形であれしたいなっていうのはあります。うん、本当にあの茅沼選手の八戸入団が発表されて、すごくあの鹿児島サポーターの皆さんも頑張ってほしいなとか、そしてまた日程が発表されて、あ、もう会えるんだみたいな、すごくあのサポーターさんに愛されている選手なんだなっていう印象がありますけれど、やっぱりその方々に今度は、にもやっぱりこうゴールという形で、そういう、そうですね、それが一番いいと思うんで、はい、期待に応える、頑張ります。うん、わかりました。はい、さて、今日が1月の27の収録で、2月に入ってからこの千葉県に移動してのまたキャンプが続くということになります。もちろんあの本当にチームとしても厳重な感染予防対策を取りながらでも、いよいよ戦術面の落としどんどん深めていったりとかね、まあ、もしかすればトレーニングマッチも入ってくるかもしれませんけれども、まだまだキャンプ続きますけれども、開幕までどう準備して、3月13日まで準備したいなと思いますか？そうですね、まあ、開幕、まあ、多分周りは結構やっぱ開幕っていう、結構開幕戦大事とか言うと思うんですけど、うん、まあ、やっぱ34試合で1年間通した中での、まあ最終的に自分たちが昇格圏内にいることが一番大事なんで、うん、まあ一試合一試合、まあ、そこは準備できるように、まあその中で、まあ、チームワークというかチームでいいコミュニケーションを取っていいチーム作りをできればなと思います。うん、今季は J2 から降格してくるチームもあって、去年以上に J3 は 大激戦だと思います。鹿児島も一度 J2 に昇格したという経験もありましたが、やはりその昇格するために必要なこと、まあ、もちろん試合勝つのもそうだと思うんですけれど、どんなことがそれぞれの選手またはチーム全体に求められてくるかなって思いますか？やっぱり一体感っていう部分は大事だと思うんですね、総力戦として、うん、やっぱり試合、まあ、場外になった選手もちろんですけど、まあ、チーム全体がもう常にその1週間のその週末に対してどれだけ準備できるかっていう、そういうのが一番大事かなと思いますね。チームワークだと思います。うん、そのためにも今のキャンプはそういった面でも大事なわけですね。そうですね、うん、大事だと思います。うん、わかりました。はい、はい、じゃあお時間も迫ってまいりましたので、最後改めて、今シーズンへの意気込みと、あとは結構ね、あの20番のユニフォームをお買い求めのバンラレサポーターさんの方多いようなので、はい、はい、あ、本当ですか、ありがとうございます。うん、買いました。はい、あ、買ったんです。私あの今どのユニフォーム背番号にしようかちょっと待って、ね、もちろん20番じゃないですか。なんで今年あのみんな来てないですか？こんなセールス強いんですか？ツイッターとかでもなんか出てるんですか？チームの中に。全然1枚じゃなくても2枚でも3枚でもいいです。全然日によ週によって変えてもらって番号。なんかこれ売り上げによってランキングによって選手にボーナスあるとかあるんですか？なんかすごいですよ今年みんな。何なんですか？お願いしますね。すごい圧がズーム越しでもすごい。はい、じゃあ、 あの意気込みとサポーターの方にユニフォームのセールスも含めてでも構いませんので、はい、熱いメッセージお願いします。はい、今シーズン、J2 昇格目指して、1試合1試合頑張って戦っていきたいと思います。ホームでは、まあ、たくさんの20番の、背番号を着たユニフォームが見れるように、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。わかりました。はい、じゃあ充実したキャンプにぜひして、気をつけて八戸まで帰ってきてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、バンダイ八戸2022新加入選手特集の第1弾は、鹿児島ユナイテッド FC から入団の20番フォワード茅沼優生選手にズームでお話をお伺いしました。茅沼選手、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。